ございます。フミト団体でございます。野球の練習帰り、途中にあるシルバーザッテル急遽ちょっと登ってみようかなと思います。ただね、番外でなおかつ山っぷで見るとランドマークにも三角点にもないんですよ。なので本当に山っぷ上はただ散歩しただけみたいな雰囲気になるんですが、それではいろんな山につながるとこなんですが、このゲート前歩いて、どんなところなのかわからないんですけど、割と軽装ですね。今日は行ってまいります。先頭車っぽい車がいたんですけど、この方は同じ方向歩いてるんですよね。どこの山を目指してんでしょうかね。岩崎、これは我々と同じシルバーやってる、まあ、はたまたどこ違うのか気になる。ピーク手前、おそらくあれがピークでしょ。もうちょっと寒い中頑張りました。変なとこも通って崖だらけ、ここただ景色はいい。特に標識とかないけども765m ということで、シルバーザッテルゴール。キツツキの集合住宅、すげえな、こんなに開けるんだ。口強いな。最初は本当岩を登るなんてっていうこともあって大変だったんですけど、帰りると尾根伝いにある子を見つけたんで、そっちちょっと参考に後で載せておきます。そっちの方がまあ賢いんじゃないかなと思いますので、ぜひ行かれる方は。これはもう番外にするのはもったいない山ですよ。本当にこのピークのところだけ残念ですけども、それではまたどっかの山で。よっ